さあ、ということで今回もですね、最新デバイス紹介していきたいと思います。マウスもキーボードも最近はですね、結構性能が煮詰まってきて、最新機能とかよりも応答速度とかにね、かなり技術を注いでるって感じがねしますね。ということで早速紹介していきたいと思います。チャンネル登録まだっていう方はぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。まずはこちら、ヤマゼンからですね、ゲーミング枕、過去日本製が登場しました。価格は 11,730円で、残念ながら光りません。何がゲーミングなんじゃっていうところなんですけど、一応未来の e スポーツプロゲーマーたちと共同開発した枕ということで、未来のって何、まあ、と思ったら、アニメ声優 e スポーツ専門学校とコラボして作ったそうです。一応特許とかも取ってるらしいんですけども、枕の上部と下部で、まあ、素材が違うというか硬さが違う、結構最近ねマットレスとかでも増えてきてるかなと思うんですけども、まあそういった感じの構造となってます。まあ、あとは腕をこう中に挟めるよとか、クッションとしても使えますっていうようなですね、まああまりゲーミング感は感じないけども、まあ、パフォーマンスのために休息を取りましょう的なアイテムになってるそうです。いい枕使うとマジで寝起き変わるって聞くんで、気になる方はチェックしてみてください。続いて、毎年ですね、自分卓上扇風機みたいなのをね結構探すというか、まあ紹介する機会が多いんですけども、最近見つけました、こちらタワーファン過去小型っていうね、まあこれぐらいのサイズのですね、まあ扇風機ですね、こういうのを見つけました。毎年ね、このエレコム製の卓上扇風機とかね、結構紹介しているんですけども、これ黒なんですよね。で今回ね見つけたのが白ということで、まあホワイト、まあ白デスクにねかなり使いやすいんじゃないかなと思います。横置きはねこいつみたいにできないので縦でしか置けないんですが、首振りしてくれるんで卓上扇風機としてはかなり使いやすいんじゃないかなと思います。あと一応ね 22dB ぐらいの、まあ、静音設計になってるらしいので、多分ね音もこいつよりかはちょっと静かなんじゃないかなとは思います。続いて、これまあ完全海外なんで日本にはねなかなか入ってこないと思うんですけども、こういうの1個デスクに欲しいなっていうアイテムを紹介します。こちらですね、まあ、USB ハブにもなる電源タップになります。つけるとめちゃくちゃスタイリッシュなんですよね。もうこれしか出てこないんで、まあ、デスク上のこう簡単な差し色にもなるし、 USB ハブとしてまあ充電のねケーブルが伸ばせたりとかもできます。でしかもここ T2 のワイヤレス充電も可能だったりするんで、見た目シャレてて、まあ、利便性良くて、で電源タップ込みなんでめっちゃ使いやすいっていう、いやこれ日本にもね入ってきてほしいですね。なんならここ SD カードとかさせるんで、なんかマジでいい感じに似たアイテムをエレコムさんとか作ってくれないですかね、お願いします。続きまして、長尾製作所さんがですね、紙パックを置けるドリンクホルダーを作りました。まあ Amazon で今3200円ぐらいで売っているらしいんですが、まあコップをね置くドリンクホルダーなんかはいくらでも売ってると思うんですけど、紙パックが入るっていう、たまに飲むねリプトンのミルクティーとかうまいよね。まあデスクに取り付けてぜひね欲しい方は使ってみてください。続きまして、今話題のねエイム練習ソフトを紹介します。なんかここねフォローしたらフォロー返ってきたんだけど、1ミリもプロモーションじゃないです。後でクソな部分も紹介しますね。まずねここのソフト、なんで話題なのかっていうと、そのソフトウェアの応答速度がめちゃめちゃ最速で、一応ねここで測った平均値みたいなのが出されてるんですけども、まあみんな大好きコバークスが 3.46ms ぐらいでマウスが動くんですけど、イームラボが結構遅めの 5.48ms で、この EGM はっていうと 2.11 とめちゃめちゃ速いっていうね結果が出ました。まあ、よりこう機敏にというか直感的なエイム操作を練習できるっていうところでですね、まあ、結構今話題になっています。結構いろんなねデバイスで有名なクジラの人とか、海外のねレビュアーみたいな人たちも測った結果も最速みたいになってます。まあ、自分もこう入れました、一応。で何回かねやってたりするんですけども、まあ、例えばエイムラボで有名なこれね、こうポン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 打っていくのあると思うんですけど、これをねやった後にエイムラボをで同じようなのやると、まあ、確かに違和感みたいなのある、まあ、多分それが応答速度の違いなのかもしれないんですけど、一応今のところエイム練習ソフト最速になってます。でまだこいつねベータ版なんで、そもそもねめっちゃ使いにくい、エイムラボがね、まあ、一番使いやすいかなと思うんですけど、これコバークの比にならないぐらい今のところまだベータ版なんで微妙です。あと英語しか対応してないし、Windows ボタンを押してこの画面に戻ったりすると開けなくなります。こういうところがゴミ、まだまだ試作段階みたいなところではあるんですけども、まあ一応ね応答速度的には最速なんで、
気になる方はぜひプレイというか、まあ、遊んでみてください。ちょっと英語がねめんどくさいんで、その辺ある程度わかるよって方の方がいいかも。続きまして、ラムズから新しいゲーミングマウスパロが登場します。今回はエルゴ形状となっております。なんかね、形状がパルサーの X ライト V3 にめっちゃ似てるっていうのでもう話題になってますね。なんと重量 48g、 オプティカルスイッチを採用した、まあ、かなり最速のゲーミングマウスとなってます。でラムズといえばですね、最近なんかアップデートが入りまして、なんとですね、クリックだったかな、応答速度が全マウス中2位だったか3位だったかぐらいになってます。最近ねこのメーカーはめっちゃ高速化されました。一応形としてはこれね、 X ライト V3 のミディアムと並べたんですけども、まあ、X ライト V3 ミニよりもほんのちょっとでかいかなぐらい、まあ、あんまりくびれてないっていうのが特徴かなと思います。こんな感じで結構寸胴寄りですね。ただまあちゃんと傾斜みたいなのあるんで、その辺はねちゃんとエルゴかなと思います。まあ、ラムズはねバッテリー寿命がちょっと微妙ってとこがあるんで、そこだけねちょっと改善してもらえたら嬉しいなと個人的には思います。あ、続いてゾーウィーからですね、新しい新色のマウスパッドが登場します。 GSR SE というですね、結構前からあるアイテムなんですけども、そこに新色 B が追加されました。まあ、ビリジアンとか多分それ系の緑系のね色の頭文字かなと思うんですけど、まあ、緑系のアイテム好きな方はチェックしてみてください。続きまして Wise All からですね、新しく OGM Pro V2 というものが登場予定となってます。まあ、以前から OGM Pro っていうのがあったんですけども、それのバージョン2です。一応ねエルゴ形状っちゃエルゴ形状なんですけど、 G703 みたいに傾斜がほぼほぼなく、まあ、癖の少ないエルゴ形状になってます。マウスのね横っちょだけちょっとこう非対称みたいなマウスになってます。最近までねこれなんかデザイン募集みたいなのしてて、こういう感じのものをもしかしたら出すかもみたいな感じで貼られていたりします。全部でこの6種類かな。ちょっとこれレトロっぽくて可愛いんですけども、まあ、こういったね結構多色の展開も今後あるそうです。なんかピンクとかもあるかも。あとワイズオールで言うと、もうそろそろねマウスパッドが出る予定になってるらしいです。名前がファルコン、まあ、ポロンを採用したですねバランスタイプのマウスパッドかなと思います。これねパッと見遠くからだとただの赤いマウスパッドに見えがちなんですけど、これねちゃんと拡大してみると模様があるっていう、結構洒落たゲーミングマウスパッドになるんじゃないかなと思います。これまた結構要チェックかなと思います。続きまして KBD ファンズからですね、新しくウーティンとかに使えるキーボードケースが登場しました。まあ、全部がこうアルミ筐体でできていて、金属でできているんですけども、まあ、普通のこう箱じゃなく端っこにですねまた違った色味の金属パーツが採用されてます。で KBD ファンズから出るっていうところで、まあ、このねカラー展開も非常に豊富です。まあ、ライトパープルとかピンクとかね、なかなか見ないカラーリングもあります。で同じく KBD ファンズからですね、ホーリー60のいろんなカラーリングのですねケースが登場します。これもウーティンに使えます。ホーリー60っていうのはですね、このもうスケスケどころじゃなく穴が開きまくっているですね軽量マウスみたいなデザインになってまして、以前までこのブラックとホワイトのカラーリングあったんですけども、最近ね、まあ、イエローが増えて、そっから一気にこうバーッとカラーリングが展開されました。まあこうピンクとか、まあ、こちらもねパープルとかあるんですけども、その中でもねちょっと特殊なのが PC というカラーリングがあります。穴開きまくってんのにさらに RGB が透けます。まあ、スケスケの透けなんですよね。まあ、こちらもウーティンとかね、あと最近の落下、まあ、その他雑多のね 60% キーボードに使えたり使えなかったりするので、気になる方はですねチェックしてみてください。これはねこの2つはめちゃくちゃ可愛いですね。続きましてラピッドトリガーキーボードをいくつか紹介していきます。もうねウーティン 60H とか APEX PRO MINI が若干時代遅れになってきてます。もう今ですね本当こういう細けえ、すげえ細けえ数値での戦いがですね各メーカーで起きてるっていう感じです。まあ、最近だとですねこちらの HM66 っていうキーボードが話題で、価格はまあちょっと高め、まあ、優先のキーボードの中ではかなり高めではあるんですけども、性能はねもう昔のラピトリキーボードとは全然違います。まあ、こういった真っ白のキーボードになっていて、ちょっと特殊なのがサイズ的にはウーティンとかと同じ 60% サイズなんですけど、ここに十字キーが入るっていうですね仕様になっております。
なんで横幅は狭いけど使い勝手はいいみたいな構造になっております。自分も近々このねメーカーの似たようなキーボードをレビュー予定なので、気になる方はチェックしてみてください。まあ今のところ売り切れちゃってるんですけども、そのうちね再販とかあるんじゃないかなと思います。続きまして、同じくラピトリーキーボード、エバーグライドというメーカーから SU68 というものが新しく登場します。まあ、こちらは68なんで 65% サイズぐらいのキーボードとなってます。まあ、こいつもですね、しっかり性能が化け物で、まずポーリングレートが 8000Hz、 スキャンレートが 10000Hz、 キーボードの中の構造がガスケットマウントというもので、キーボードの筐体は金属でできてます。まあ、あとの数値はですね、さっきとそんなに変わらないです。ちょっと変わってんのが、多分デュアル MCU というものを採用していて、このキーボードの中のチップ、脳みそ的なのが2つデュアルになってます。まあ、2つあることで中の処理速度みたいなところが多分速くなるっていうね、利点があるんじゃないかなと思います。で、みんなポーリングレートはねもう馴染んできてるかなと思うんですけど、スキャンレートって何なのかっていうと、キーボードがどれくらい押し込まれてるのかっていうのを1秒間に1万回計測してます。まあ、なので応答速度がより敏感にというか機敏になります。で、中の構造がガスケットマウントっていうですね、ちょっとこう打鍵した時にクッションみたいなのが挟んであるんで、 V スポキーボードとかもね同じなんですけど、構造がクッションがあるんで柔らかい打鍵感になるみたいなね、中の構造になってます。このキーボードの筐体も中間部分がですね RGB を透過する仕組みになっていたりもするので、この子もねかなり性能的にはやりよるって感じなんじゃないかなと思います。まあ、エバーグライドというメーカーはキーボードパーツとかキーボード関連のアイテムめっちゃ作ってるので、その辺のね打鍵感とか打鍵音に関してもしっかり仕上げてくるんじゃないかなと思います。気になる方はチェックしてみてください。続きまして、タッケーキーボードを紹介したんで、なかなかコスパがいいゲーミングマウスを紹介します。最近ですね、この中国のメーカーエイジャズの正規代理店ができまして、キブ株式会社ってとこなんですけども、そこからですね新しいマウスが販売されます。ちゃんと技適とか通ってますよ。 AJ159APEX というゲーミングマウスになります。価格が初回販売で10000円、通常価格だと11500円となってます。わかりやすいのが、オーレットディスプレイ付きの充電スタンドが付属します。さらにセンサーは最新の3950というですね、 42000dpi まで調整可能な、本当に今最近流行りかけているセンサーっていうのが入ってます。重量も 56g、 カラー展開も4色あって、ポーリングレートも最大で 8000Hz となっております。まあ、これだけ最新スペックで充電スタンド付きで、まあ、この価格だったらなかなかなコスパかなと思います。で、一応形状としては結構ちょっと寸胴体型な、メーカーさん曰く XM1 エンドゲームギアの XM1 に近い形状という風に言ってました。まあ、ちょっとくびれは少なめかなと思うので、サイドのこの横の形状に関してはちょっとこうラムズアトランティスとかになんとなく似てる感じはあるかなとは思うんですが、まあ、結構なかなかにこう後ろの方にコブがあるゲーミングマウスとなってます。ディスプレイ付きドングルに関しては時刻表示できたりとか、あと設定の変更の時にこうねディスプレイすることができたりするらしいです。一応 MCU って、まあさっき言った脳みそ的なチップがですね、 PAN1080 っていう聞いたことない MCU を使ってるんで、ここだけなんだろうってなったんですけども、まあ、しばらくしたらレビュー動画上げられると思いますので、気になる方は動画のチェックもお願いいたします。ということで、以上今回も最新ゲーミングデバイスガジェットを紹介させていただきました。まあ、最初にも言った通り、ちょっとすごい細かい応答速度とかの戦いになってきてます。新技術とかはね一旦落ち着いたかな。まあ、ぜひ気になるアイテムがあればですね、今回も概要欄の方に貼っておくのでチェックしてみてください。ということで、今日も動画を見ていただきありがとうございました。この動画参考になったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。